ミカエル・マービン・ソリアーノ・ピートラスは、フランスのプロバスケットボール選手。カリブ海に浮かぶフランスの海外圏、グアドル・プレザビーム出身。身長は198センチメートルで、シューティングガード、スモールフォワードの両方の役割を果たす、スイングマンとしてプレーしている。ニックネームは、エール・フランス。1999年から、リーグナショナルバスケットボールの e b ー,ー,ー・オルテッツに、 所属しており、2001年、2003年には LNB プロ A で優勝、2002年にフレンチカップで優勝した。その後、2003年の NBA ドラフトで1巡目11位でゴールデンステートウォーリアーズに指名された。最初の4シーズンは1試合平均9得点、3.3リバウンドの成績だったが2006から07シーズンには1試合平均11得点、4.5。 リバウンド27分間の出場時間をもらった。オフェンスよりもディフェンス能力の高さで知られている。マット・バーンズとスモール・フォワードのポジションを争っている。兄のフローレン・ピートラスもバスケットボール選手でスペインでプレーしている。2005年9月に行われた2005ユーロバスケットのフランス代表に選ばれ銅メダルを獲得2006年バスケットボール世界選手権にも 出場後位となっている。2007から08シーズン終了後オーランドマジックへ移籍した。2010年12月18日に3球団が絡むトレードにより、ビンス・カーター、マルチン・ゴルタットと共に、ジェイソン・リチャードソン、ヒド・ター・コルー、R ・クラークとの3対3のトレードにより、フェニックス・サンズへ移籍。2011年12月22日、サンズよりウェーバーされた。 24日、ボストンセルティックスと契約した。2012年11月30日、トロントラプターズに移籍した。ありがとうございます。